ミスタイムさん、今回も質問に答えていただきましてありがとうございました。気がつくと視聴者数増えてますね。地味にコツコツと動画を上げれば、地味にコツコツとですけども視聴者数も増えていくと、きっとミスタイムさんのねキャラクターが結構ねハマってきたんではないかなと思うんですよ。まあ、私もねずいぶん前からハマってるんですけどもね。で、今回の件なんですけども、運動ってのは脳の活性化にね影響があるのかとか、いい影響があるのかってことですけども、まあ、結論から言うとあるということですよね。で、これはね、タレントでスポーツマンの武井壮さんもずいぶん前に言われていたんですよ。スポーツをするっていうことはやっぱりね、速く走ったりとか遠くに物を投げたりってことをするんですけども、どういうふうな走り方をすると最も効率よく速く走れるのかなっていうふうな形で観察するんですよね。観察して試してみると、その時に重要なことがきちんと観察できてるかってことと、観察したことを自分の体で再現できるかっていう、この2つの壁があるそうなんですよね。まあ、ですんで、まあ、頭を使うようになるんですよ。だから競技、スポーツとかっていうのは体を使うように見えて、実はね、頭をもっともっと使っていくっていうことの繰り返しなんだろうなっていうことを、私はその武井壮さんのね、まあインタビューで、まあ、読み取ったわけなんですけども、多分そういうことなんだろうなと思うんですよ。その他に今回書籍であったような、まあ、いろんなね、うつ病とかイライラとか生理のこととか ADHD のこととかをね解消する力があるということも分かってきました。これは運動と脳が密接に関わっていることと本当にね、如実に表しているんではないかなと思います。で、まあ私もそうなんですけども、楽しく運動している人でなんかね心を病んでる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。だからそういう意味でね、動かなければどんどん萎縮したり収縮したりってすることが起きてくると思うんですけども、動くことっていうのはいろんなところがその動くことによって反応しようと思ってるんですよ。例えば私今座った状態で上半身動かしてましたけども、この上半身を動かした状態でも全身が動いてるんですよね。内臓も動いてます。だからこんなことだけでもね、バランスを取るために私たちの体っていうのは無意識にいろんなところで、まあ、いろんなね計算をしてくれて、それを再現してくれてるんだろうなと思うんですよ。こういうふうに傾けてもドカンと倒れないのは、この分だけこっちに行こうとする力が全身からね湧き上がっていることだと思うんですよ。これ全部無意識にやってるんですよね。だからこういうことが脳にもやっぱり起きてるんだろうなと思うんですよ。無意識に何かをね、一つのことについていろんな方面で考えてみるとか、検証してみるとか、仮説してみるとかっていうことがねあるんだろうなと思いますよね。で、今回はね、ミスタイムさんのご説明非常に分かりやすかったのと、書籍の紹介もしていただきまして本当にありがとうございます。まあ、こういったことをね積み重ねていって、こうやってやり取りしながらお互いに高め合っていければいいかなと思います。そしてこのやり取りを見てね、次の動画も見てみたいなと思った方は、ぜひミスタイムさんのチャンネルをポチッとね登録していいねボタンを押してみてください。そしてコメントをしてあげてください。コメントはね、動画を作っている人の非常に励みになりますので、ミスタイムさん、そういう励みのあるコメントをね待ってると思います。まあもちろんね、それはこういうことなんじゃないのっていう風な別の見方のコメントもきっとねお互いの勉強になると思いますので、よろしくお願いします。違った意見から学ぶことってのは結構多いですからね。それでは本日の動画は以上です。